皆さん、こんにちは。映画また会う日までなどに出演し、気品ある演技で親しまれた俳優の久賀佳子さんが2023年6月9日に誤嚥性肺炎のため死去しました。享年93歳。東京都出身です。告別式はすでに済ませたとのことです。1947年に映画4つの恋の物語でデビューし、1950年の今井正監督また会う日まででは岡田瑛二さんとのガラス越しのキスシーンが大きな話題となりました。このシーンは日本映画史に残る名シーンとして語り継がれています。また黒澤明監督の白痴、木下圭介監督の女の園など、日本映画を代表する監督たちの作品に次々と出演。1961年には俳優の平田昭彦さんと結婚し、彼らはおしどり夫婦として知られていました。では今回はそんな久賀佳子さんについてまとめていきたいと思います。久賀佳子さんは1931年1月21日当時の東京市牛込、現在の東京都新宿区に生まれました。また古賀家は平安時代から続く公家の名門で、村上天皇の孫を祖とする家柄です。父親の道明さんは公爵の爵位を持ち、貴族院の議員も務めた人物です。母の義恵さんの実家は篠崎商店という大きな商店で、義恵さんの話によると、道明さんとの縁談の際は家族と平民ということで宮内庁が動き、7代前の先祖まで調査されたそうです。久賀佳子さんが本名の古賀春子ではなく久賀佳子と読みを変えて女優活動をしていたのは、古賀家の面目を保つためでした。本姓を名乗らないことと住所を他に移すことを条件に芸能界入りを許されたそうです。90年代以降は竹中直人さんや柄本明さん、秋元康さんらがメガホンを取った映画にも出演しました。映画監督が本職でない才人たちからのラブコールが多かったことも久賀佳子さんの勲章です。そんな久賀佳子さんは映画や芝居が好きだったお母さんの影響で、幼い頃から芸能に親しんで育ち、12歳の時には女優を志すようになります。憧れの女優は原節子さんだったそうです。そんな久賀さんが学習院女子中等科在学中に東方ニューフェイスに応募したのは、家族の事業の失敗と家族制度廃止によって行き詰まった家計を助けるためでした。そんな古賀家は名門家族の家柄でありながら、戦前から経済的な困難に直面していました。久賀佳子さんの祖父古賀常道さんが第36代当主であった時代には、事業の失敗や高利貸しに対する借金が原因で家屋敷を抑えられるなどの経済的な問題がありました。その中でも特に有名なのが1932年に起きた血色児童同情協会寄付金詐欺事件です。この事件は詐欺グループが古賀家の自邸内に事務所を設置し、偽の寄付金募集活動を行ったものであり、新聞沙汰になりました。この事件は古賀家の評判を大きく損ない、常道さんは警視庁から厳しい取り調べを受けることとなりました。詐欺事件以降も古賀公爵家の生活苦は変わらず、常道さんは破綻した。東日本炭鉱の取締役を一時務めるなど、経済的に困窮した状況が続きました。このような背景から久賀佳子さんが東方ニューフェイスに応募し、女優としての道を選ぶこととなったのです。佳子さんの東方ニューフェイスへの応募は家計を助けるための一心からのものでありましたが、実家からは古賀家の体面を汚すと猛反対されました。しかし家族の了承を得て芸能界入りを果たし、その後の輝かしいキャリアを築くことができました。そして1947年オムニバス映画4つの恋の物語の初恋でいきなりヒロインとして女優デビューを果たしました。この頃は東方葬儀の影響で俳優が大勢退社しており、新人を起用するしかなかったという事情もありました。相手役の池部亮さんはまだ子供だった久賀佳子さんを見てがっかりしたと言われています。その後も1947年春の目覚め、1948年良いどれ天使、1949年ジャコマンと鉄、1950年
また会う日まで、雪婦人絵図などに出演しました。特に1950年の映画また会う日まででの岡田瑛治さんとの窓越しのキスシーンは、当時の映画界ではタブーとされていた。キスシーンのクローズアップが大きな話題となり、日本映画史上において最高のシーンとして現在も語り継がれています。しかし久賀佳子さんは順調に映画出演を重ねる一方で、大手映画会社5社、松竹、東宝、大映、新東宝、東映により、専属の俳優や監督を他社の作品には出さないという五社協定に反発し、岸恵子さん、有馬稲子さんと共に文芸プロダクション人参クラブを結成しました。独立系映画制作プロダクションとして活動し、1955年胸より胸に、1959年人間の条件、1961年モズ、1962年お銀様、1964年乾いた花などの映画を制作しました。しかし1965年、怪談で3億5000万円という巨額な制作費がかかり、興行的に失敗したため莫大な負債を抱え、人参クラブは倒産、解散しました。久賀佳子さんは2000年公開の映画川の流れのようにを最後に第一線から遠ざかっており、所属事務所の渡辺エンターテインメントの公式サイトには今もプロフィールがあるものの、2023年は92歳を迎えました。公の場に最後に姿を見せたのは、義姉にあたる女優三谷歌子さんが亡くなった2004年でした。そんな久賀佳子さんは俳優と結婚する気はなかったものの、平田昭彦さんからの熱烈な求愛の末、1961年に結婚しました。平田昭彦さんの本名は小野田昭彦さんで、東京大学法学部卒業後に一旦東京貿易現三菱商事に入社しましたが、映画への思いを捨てきれず東宝ニューフェイスに入りました。知的な雰囲気と端正なルックスの人気俳優として多くの映画で活躍し、ゴジラ第一作に芹沢博士役で出演して以降は特撮映画の常連俳優となりました。テレビではウルトラマンの岩本博士役も演じています。二人の馴れ初めは大阪城物語での共演でした。撮影中はデートを重ねていたそうですが、共演者やスタッフが誰一人マスコミにリークしなかったのは平田昭彦さんの人望によるところが大きいと言われています。1984年公開のゴジラに出演予定だった平田昭彦さんは眼精リンパ干渉のため56歳で死去しました。久賀佳子さんは夫の遺志を継ぎ、5年後のゴジラ VS ビオランテ官房長官役で出演しました。当時史上初の女性官房長官だった森山真由美さんと重なって話題を呼びました。夫妻には娘がいるとの噂がありますが、子供はいません。いかがだったでしょうか。久賀佳子さんの人生は映画界における輝かしいキャリアと個人としての努力が詰まった素晴らしいものでした。彼女の気品ある演技や数々の名シーンは今後も日本映画史において語り継がれることでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。